大野瀬七八月十七日から1982年12月30日は日本の医師医学博士大倉山ジャンプ競技場に建立された大野瀬七博士検証費観客席への登り口にある茨城県河内郡西番村生まれ東京帝国大学医学部卒1924年北海道帝国大学産婦人科学教授1950年 北海道立札幌医科大学学長に就任し、同学の発展に貢献した。1961年、北海道文化賞受賞。また、日本のスキー界の発展にも寄与した。1921年、北海道帝国大学への赴任をきっかけにスキーを始め、2年間のドイツ留学後1924年、北大スキー部第五大部長にも就任。1926年、 テイネ山に、日本最初のスキー小屋、パラダイスヒュッテを建設、その後も空沼小屋や、ムイネ小屋の建設にも携わった。全日本スキー連盟の設立に参画、1936年度、連盟副会長、第5回冬季オリンピック、札幌大会実行委員会副委員長として、招致に奔走。 宮様スキー大会修正大会長等を務めた。1982年、大倉山ジャンプ競技場に建立された、大野瀬七博士検証費はそれらの功績を称えた、ものである。なお、1974年7月1日より、東日本学園大学所大学長。学長退任後、1977年7月1日より、 学園長札幌医科大学教授の王野君吉は、子、東北大学大学院教授の王野光一は孫。正七の孫は他に、王野光二、王野真理がいる。ありがとうございます。